どうも、エルザです。それではゴーストオブツシマやっていきたいと思います。ですね、今回も前回に引き続きサブをしていこうかな。このあたりとかねでやっていくんで、ちょっとその前に強化とかしたいなと思います。旅の装束か。持ってるものもって感じだね。お体の傷も減りましょう、まあ、とりあえず甲冑というよりかはって感じなんだけどね。お、どうした？酒井様、よろしいでしょうか。話があります。なんだ？ああ、何事だ？ここではお話できません。こちらへ。ほう、兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか？いいえ、メスもありません。ん？こっちか。何もない、むしろ。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春尾がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。さあ、浮世ぐさですね。思わずしてしまったけど、寄り道もいいところやね。よく話してくれた。とんでもございません。まあ聞いたからにはやりますか。ちょうど通り道だしね。で、こっち飛んでって感じだね。このままぐーって上がっていけばちょうどいい感じかな。あ、よろず屋あるじゃん。よくぞお越しくださいました。まあそんなに、そんなになんだよね。この辺りそもそも持ってないからね。どうかご自愛ください。お、やか。いい音するね。あ、ここ罠しか。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？まだだな。あれってか、川は、うちの道具を見ていってください。必要数、所持数30か。そんなに少なかったっけって感じなんだよね。まあ使うか。これほどの品はありません。よし、あなたのご武運を願ってます。すっごい天候が荒れてるんだよね。来た来た。村の中ではね、乗れないんで。さあ、お父上に導いてもらおう。ああ、でもあばら屋を調べろって言われてる人、怪しいね。怪しさしかないけどね。このままで大丈夫そうだね。あれかな、いろりが上がってるか。煙が上がってるね。春音やらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。ということは治療をしてたってことか。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。
そうか、そしたら隠れておくか。で、隠れるならあっちと。草むら好きよね。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。なんか隠すんだね。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。でもなんで賊と一緒にって感じだよね。さあどうなる。意外と問題なし。去ったな。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。やっぱ見つかるやつは見つかるんだね。増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でもやつを見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるよな。まあね、一人ずつサクってやってる状態ではあるんだけど、あそこ怪しいね。タモンはどうなったんだ。有塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。あの奥だね。こんなところあるんだね。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとは。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。すまん、コオロギゲット。音がしたと思った。急げ、嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。まさかの後ろからね。例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロ、聞け、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。なんか事件が起きたみたいだね。これは切れない。何があった。小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。数え切れない。俺と騎兵がついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近なものを使え。痛いよ。それは痛い、それは痛い。どっち？さらに来るぞ。もう戦えねえ。諦め早いな。よし。もうダメだ？もうダメだは早くないかい？いたいたいた。
られん。僕が倒れた。これ以上耐えられん。結構来るな。小松だ。ユナとタカがおるはず。さあ来たぞ。さらに来るぞ。もう戦えねえ。よし。よっしゃ、トルキー。おー、で、あとは上か。この賊もね、ライフがあるからね。三角攻撃が特殊になるんだね、全部ね。いやー難しいわ。あ、そういえばクナイ使ってなかった。多分もっとスムーズだっただろうね。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。なんか一人すっごい命乞いしてたね。止まれ、野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。まあ待て待て待て、俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在処を皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。まあでも確かに猛虎に取られたからね、そりゃ警戒するわな。まあ無事クリアと。心身とはと。まあする予定はなかったんだけどやってしまったな。まあまあまあいいやいいや。攻めの5分。まあいいか。あんま見れなかったよね今ね。攻めの5分ね。よし、次こそは行きますか。ここ金がもらえるからね。八重を打ち壊せということで壊しに行くか。右側の高台がちょっと面倒くさそうだね。上りの旗、連殺で2人を倒せ。連殺か。連殺なら喜んでだね。なんか声がする。あぶだ。
よし、高けりゃ見えないだろう。あれ隊長、いや隊長なのか、あの動きは。すっおーおお、サクってね。上を先に始末しないときつそうだな、いくらなんでもね。なんか動きが すごいね。あー危な。さすがに笛吹かれるとね。連殺いけるかな。結構離れてるね。スッて入って闇討ちできるんだこれ。めちゃくちゃ器用な倒し方したな今の。よし、スッて下抜けて。え、ノクチチェで、スッていってよし。なんだこの倒し方、すっごいすっごい変な倒し方身につけたな。あっち二人はあれいけるな。おお、いい動きしてるね。よし。で、取って逃げる。卑怯と言われようが。おい、若干風の方はライフが低い気がするね。攻撃力が低いね。手持ちはぐへっ。盾持ちいけない。やっぱ指だな。小松だ、ユナとタカがおるはず。いやー強えなー。やっぱ
やられたのがバレたね。よし、これでバレてない。いや、バレる。いくらなんでもそれはバレるか。なんかやっぱいるよね。体調全然動かないからな。どう？ちょっと動く気にもならないね。ダメだ、体調全く出る気がない。そしたらあそこに金属があると。あっちには上り、そしたらに体調でも仕留めるか。おい、ほぼハメ技。いや、もう卑怯でも何とでも言えばいい。勝てば一やからね。いや、クナイ強えな。よしね、物資とか上りをゲットしに行こうかね。そこにいるんだよね。はい、上りゲッチュ。矢をゲットして、そこに一人。ここ開けてもな、多分何も意味ないんだけど。ないもんね、見えないもん、ね、何もないね。全部開けたらなんかあるのかな。特には人が入ってる感じはないしね。よし、あとは見張りが。よし。なんだろう、超高難易度な切り方したような気がするけど、あんな切り方えぐいわ。180度ぐらいひでったよね、体ね。君ちゃんと手入れしてるかい？
で盗まれた物資ゲットして、そこいるね。どう動く？そういうタイプか。絶対バレてる。ヘンドマン。で、登りは3つゲットした。特に問題なし。はいはいはい、上から見られるか。クナイが、クナイがいい具合に刺さるな。いやー、めちゃくちゃクナイ使うの倒し。多分雑魚的なら、1対1の時使えるかどうかちょっとわかんないけど、多分使えなかったから、ボス戦ね。あれ以外だったらもう、大体は、始末できるんじゃないかな。クナイがあればね、ある程度強敵には、なんか耐えれるような気がするね。であれだね、僕が最初倒してたルートだね。すまっ。よし、そのまま逃げろ。おい、しかもあれだね、先にクナイ投げてしまえば、いてっ。ここから来た君で、パーやね。ユナとタカがおるはず。よし、じゃあ金属をゲット。さあ、あとは火薬だるの爆破で OK らしいんで、どこにあるかな。どこだ、火薬だる、どこある。上の方かな、上のボタンが早そうだね。お、あったあった。さあ、天下。さあ、どうなる。おお、大爆発だね。さあ、野営を打ち壊せ。これで綺麗さっぱりと。さあ、技術も2。
技量を獲得と。さあ、技量は3と。お、3まで来たか。でね、ちょっとね、技量は、次取るの決めてて、これ。鉄の石だね。倒れても立ち上がることができると。気力を消費してっていうことなんで、もちろんこれをゲットだね。2で獲得できたね。一騎打ち2連か。3人闇討ち、意外といいんだよね。そうだね。まあまあ、もう少ししたら技量が上がるし。おお、金が手に入った。やえ、完了。その感じでいくと、ここ行きたいね。タゲ、さあ、さあさあ、狩り尽くしに行くよ。いやでもバンシーほんと難しいね。一発で死ぬだろうなって分かってるんだけど、やっぱり向かってしまうよね。確かにここで合ってるんだけど、石中の辻と。うわー、そういう感じ。上二人いるのか。いや、あれは賢いね。よし。素材だけゲット。しかも片方かぶとかぶってるからね。おお、あそこいるじゃん。よし、さあどう動く？見て。クホー、マジか。隊長来たね、しかもね。そうか。小松だ。ユナとタカがおるはず。この後ちょっと小松のイベント終わらせますか。生き返るたんびに小松の話をずっとするんで。まあでも後回しでも全然問題ないんだけどね。隊長を見つけだね。さあ観察。めちゃくちゃいるな。しかも槍は見切れないね。うーわー、これは。気づいてないかなと思ったけどダメだったね。
さあ、フック。おっさん、出るしめてん。セルムチタバイ。動き始める。テントイン、ハーッ。よし、これは一旦引こう。真上にいたしで。木がちょうど邪魔してくれたね。逃げるか。よし、引いた。ついね。よし、これで、オッケー。隊長来たー。まあ隊長一回観察してるから全然いいんだけど。はい、また。よし。やっぱ型に関してはちゃんと説明入るんだね。待っててくれた。さて、一回降りて。あ、来る。意外と来るのね、しっかりとね。どうしよっかな。弓兵がね、意外としっかりしてて攻めたいんだけどな。いいところ邪魔入るね。よし、よろめきはラッキーだね。よし、お危ない。あそこか。まあ、とりあえず弓兵だったら問題ないっしょ。だいぶ扱い雑になるけどね。ちょうど加減になるしね。
怖くはない。これ。お、馬が戻ってきた。まあ、物資がある感じかな、ここはね。最後は刺して終わり。そして義理を曲がる。さあ噂は広まる。烈風の武者、武者になったか。体力も伸びたね。さあ煙取り持ち。意外とね、ちょっと鈴が欲しいなと思ってて。音を立てれば万兵が来る。鈴を使って遠ざけるか引き寄せるか。ほんとそれで、複数の敵を、なるほどね、爆竹だからね。それだと、その対象一人だけがか。意外と爆竹のままの方が良さげだね。おお、びっくりした。そうだった。まだやっつけてる途中だったね。で、OK かな？OK。まあ、こんな感じかな。下はだいぶ落ち着いてきたね。この辺りがね、伝承が手に入るんで、衣装であったりとか、いろいろ手に入るんだよね。このあたりまたやっていきたいな。技量もらえるのもでかいんだよね。技量。そうだね。次回ここら辺とかありかもしれないね。このあたり行ってみますか。近いし、多分ね。小松だ。ユナとタカがおるはず。はい、ということで今回はここまでにしたいなと思います。まずサブをねちょっといろいろしながら、ただだいぶ揃ってきたんで、また本編も始めていこうかなと。言っても、この金色のところが本編なんで、この金色のところをちょこちょこ進めていくのがメインになるかなというところですね。小松の鍛冶屋とかもあったね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。